ニベアのこんにゃく。皆さんこんにちは、トミックです。結構前からこう徐々に太ってきて、あ、まずいなまずいなって思って、ダイエットしなきゃなって思うんですよ。ダイエットに何がいいかって考えた時に何個か思いつくものがあって、一番効果あるのかなって思うのがこんにゃくなんですよ。で、そのこんにゃくって皆さんどうやって作られてるか知ってる？せーの、そうだね、知ってるね。こんにゃく芋っていう芋から作られるんですよ。知ってますか？こんにゃく芋って実はめっちゃ危ないんですよ。ということで、こんにゃく芋を買っていきました。ということで、今回はですね、こんにゃく芋を3つ買ってきました。こんにゃくになる前の芋ってこうなってるんですよ。じゃがいもみたいなね、パッと見。これがあの、こんにゃくになる前のこんにゃく芋。なんかの惑星みたいだね。今回はね、そのこんにゃく芋でこんにゃくを作るんですが、実はこんにゃくって、生のまま食べてはいけないし、素手で触ってもいけないんですよ。今触ったんだけども、これはほら、皮がついてる状態だから、皮触ってもいいけど、皮を剥いたこんにゃく芋っていうのは、絶対に触っちゃいけないんですよ。なぜかっていうと、生のこんにゃく芋には、中酸カルシウムっていうものがあって、素手とかで触っちゃうと、すごいかぶれて、大変なことになると。で、食べても大変なことになるんですよ。その中酸カルシウムっていうのは劇薬に指定されてるので、普通に扱うこともできないぐらいやばいんですよ。ちょっと触るぐらいだったら大丈夫なんだけども、その長時間触ったりすると、食べたりするとどうなるのかっていうのを今回はちょっとビデオでやっていきたいと思います。こんにゃく芋の正体を出すために、こんにゃくのね、皮を剥きます。皮を剥いたらもうあれよ、もうやばいものが出てくるから。まずはこんにゃく芋を洗う前に手袋をします。手袋をしないと、こう素手に当たった時にあのマジでちょっと皮膚がかぶれてただれてしまうので、手袋をしっかりします。で、じゃがいもの皮を剥くみたいな感じで、剥きます。これがこんにゃく芋か。意外と普通、あ、なんか匂いはなんだろう、これ小学校の時にやった家庭菜園のやつ。こんにゃく芋って普通のスーパーとかで売ってないんですよね。意外とこのこんにゃく芋からこんにゃくを作る YouTuber ってまだいないんですよね。こんにゃく芋を切り分けることができました。こんにゃくを作る場合はこっから細かくすりおろして、アク抜きをして、で、固めて作るんですけども、この状態だともう毒素しかないわけですよ。もう毒素丸出しの危ないやつなんで、触ったらどうなるのっていうのを検証するんですが、私のね、肌にあったらもうやばいので、コミュニティガイドライン的にもね、使い勝手のいいささみ、鶏のささみを使います。鶏のささみの上にこんにゃく芋を置いて、まあ数十分ぐらい放置します。そしたらどうなるのかっていうのが分かると思います。よいしょ、うわえいこのまま、置いて数十分ぐらい放置していきたいと思います。30分ぐらい経ったんで、ちょっとね、あのこんにゃく芋の様子を見ていきたいと思います。すごいくっついてる。なんかパッと見外見上は変わりないけど、こんにゃく芋が置いてたところが気持ちこうちょっと白くなってるの分かりますか？分かりにくいな、カメラだと。匂いがなんか本当にすごい。これでもなんか危なそうな匂いがする。確かにかぶれるってこう肉でやるよりも肌でやった方がいいんですが、皆さん危ないので真似しないでください。ただちょっと多少やっぱ色が変わったので、このささみでも色が変わるってことは、いや、危ないものなので、こんにゃくを作るとき、またこんにゃく芋に触るとき、素手で触ったり、あのこう悪ふざけで生で食べないでください。多分お子さんとかね、 YouTuber とかやりそうじゃん。こんにゃく芋生のまくってみたみたいな、こんなサムネでさ、絶対やっちゃダメですよ。今回はせっかくね、こんにゃく芋を切ったので、こんにゃくを作りたいと思います。まあ、ボウルの中に水を張って、その中にこんにゃく芋を入れてるんですけども、水を張ったボウルの中でこんにゃく芋を削ります。細かいあのからたわしみたいなやつの方がいいですね。こんにゃく作りって大変じゃね。パッ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 、やばい、目に入った。すり終わったものが結構こう中をすくうとドロドロなので、このまま今こうふわ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 浮いてるんですけども、この物質を沈殿させるために3時間ぐらい放置します。こんにゃく
にゃく芋がスライムみたいになってるんですよ。こんにゃくの原型があるってこと。めっちゃ分かる。そしたらこのこんにゃくの素固めるやつがあるんですけども、これをぬるま湯に溶かしてこのボウルの中に入れていきたいと思います。こんにゃく凝固剤をちょっとお湯で溶かしたら、すったこんにゃく芋のところに入れてかき混ぜます。入れます。すげえ、なんか本当にスライムみたい。よく混ぜたこんにゃくを沸騰したお湯の中に入れて2、30分ぐらい煮詰めます。こんにゃくのその毒素のアクを取ってあげながら煮込むと完成するらしいです。このお玉ですくってこんにゃくを入れます。わ、すごいな、粘度がすごい。おお、こんにゃくっぽい。こんにゃくができました。ちゃんとしたこんにゃくはできてるでしょ。いただきます。刺身こんにゃくみたいなこんにゃくになった。お悩み相談コーナー。俺のインスタの DM に来た匿名の相談を俺が答えるというコーナーでございます。見てるみんなもそのお悩みに対するコメントをすることによっていろんな意見が聞けるという視聴者参加型コーナー。私の元にカマチョが現れて困っています。例えば電話が何十回となったり、時間は昼夜問わず電話に出なければ違う番号を使ってかけてくるほどです。迷惑行為に当たると思いますが、トミックさんならどう対処しますか。犯人がどういう人なのか分かんないんだけど、もう着拠、もう違う番号とかけてきたら、もう、まあ、片っ端から着拠した方がいいんじゃないかなと思います。最近 SNS で知り合った女の子がいるのですが、当初は年齢も顔も知らなくて、最近になって女の子から会いたい、デートしたい、キスしたいと言われます。それだけならいいのですが、問題は女の子の年齢です。自分は去年高校を卒業して働き始めているんですが、女の子は中2だと言います。まず年齢的にアウトですし、まだ学生です。次にその子に彼氏がいることです。まずそこで年齢とか関係なしに会うこと自体を断っています。ですが、今も連絡を取っており、毎日生まれます。だんだんその子の彼氏に申し訳なくなっています。連絡取り合うのをやめたらいいのでしょうか。どうしたらいいですか。いや、もう答え出てるやないかいって。もう地雷ですよ、その子。地雷か、メイヘラちゃんかどっちかなんで、連絡取り合うのはね、やめた方がいいと思います。読んでて、まあ、その子がもうやべえっていうのがもう文章で伝わるんで、やめた方がいいと思います。もう彼氏に申し訳ないとかじゃなくて、もうなんだろうな、その子自体がやばいと思うんで、完全にやばい。みんなもこれを見て、やばいと思ったら、コメント欄に、やばい ×10 って書いてください。私は小さい頃から水が苦手です。飲む水ではなく、例えば海、プール、水族館など、自分でも何が怖いのかわからないのですが、そこの見えない海、奥行きのある水槽、大きい水槽、一番苦手なのは暗い水槽、海を見ると、いつも怖くて震えてしまいます。周りに同じ悩みを抱えた人も全くいなくて、なんで?と聞かれるばかりです。小さい頃はホームセンターの金魚コーナーも苦手でした。これって克服できると思いますか。深いプールとかさ、まあ、怖くて無理みたいなやつでした。それで、ね、俺もね、なんとなくわかるんだけど、それはね、多分克服どうなのかな。なんか例えば なんとかのほら、高所恐怖症みたいな感じの恐怖症なのかなって思ったりするんで、まあ無理に克服しなくてもそれはいいと思うものだし、生活するのに必要のないものじゃん。例えば奥行きのある水槽とか海とかプールとかっていうのはぶっちゃけ行かなくてもいい場所なんで、克服はしなくてもいいと思います。なんか生活にするのに絶対に必要だけども、そこに恐怖症があるんだったら、恐怖を感じるものがあるんだったら、克服しなきゃいけないとかいろいろあるけども、ぶっちゃけ克服しなくてもいいものなので、生活にはあんまり意味のないものなので、まあそこは例えばもう受容して生きていくしかないと思います。似たような経験あるよっていう人いたらコメント書いてくれたら嬉しいです。スルメイカってアニサキスがいっぱいいますが、内臓を取り除いて胴体を結構水洗いしたらアニサキスは取れますか。薄皮を剥いて光に照らしたら結構肉眼で見えるので、アニサキスはで、こうピンセットとか包丁でこうやって取ったり、あとアニサキス取らなくても包丁でめっちゃこうやって切れ目を入れておけば、アニサキスは物理的に傷ついたら死ぬんで大丈夫です。ただ水洗いだけしても落ちません。食いついたり中にいたりするんで。この春から高校に行くのですが、男子校なんですよ。女
女子と会う機会がないのですが、どうしたらいいでしょう。バイトしましょう。今回はこれくらいで、また次回も見てください。まだまだインスタの DM とコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。